まもなく開店です。準備の方はよろしいでしょうか。各自持ち場についてください。身だしなみを整えて、今日も明るい笑顔と元気な挨拶でお客様をお迎えいたしましょう。まもなく開店です。ふるさと大牟田屋、開店いたしました。はい、ただいま開店いたしましたふるさと大牟田屋。この番組は大牟田物産振興会の各お店の一品を一番詳しい担当者をゲストとしてお迎えし、その誕生や今に至る歴史を語っていただく地元の物産情報番組です。8月2日の水曜日FM 担当のスタジオから生放送でお送り出します。それでは本日出勤しているメンバーを紹介します。店長の堀さん。はい、こんにちは。菊水堂より出向しております。副店長の鶴さん。はい、こんにちは。鶴本舗より出向しております。物産振興会マスコット兼まんじゅうアイドル兼ビリ兼3兼いただきさんです。こんにちは、いただきです。 FM 担当より出向しております。そして私、副店長のジャスティン・ビーバーです。コーヒー屋より出向しております。よろしくお願いします。すごいキャンセルしたよね。まあ、車の周りには近づかないでください。はい、それでは本日のゲスト、貸し所吉蔵の溝口さんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんなまあ緩い雰囲気で、あ、いい、堀さんにお渡しします。はい、ありがとうございます。最初やっぱりゆるキャラグランプリのジャーボンの話しましょうかね。目の前にあれもあるし、さっき順位見たら何でしたっけ。6位、ただいまの順位、はい、あれ6位って全部の中の6位。はい、今全部の中の6位です。ヒコニャンとか あの辺も今年もうただ上位にはいなかったですね。殿堂入りしてるのかもしれないですね。ああ、なるほどね。連続1位を狙うというやり方もできるのかな。全然知らないんだよな、ねね、すいません、あのここの5人誰も知りません。いただきさん参加してないですか。いただきは非公式ゆるキャラなので。ああ、そうなんだ。誰も公式にしてくれないので。あ、やっぱり中身がいるんですよね。中の人でしょ、うん、そういう夢のないこと言わないでください。言っていいよ。ちょっと今ねスパッと切ろうと思ったんですけど、やめました。今日はなんかボヘミアン調ですよね。え、あの前髪でしょ。前髪、編み込み前髪、編み込み前髪、ね、どうですか、前髪のない柄もね、朝青龍柄でいい感じです。朝青龍モンゴル、あ、モンゴルの刺繍なんだ、あれ、モンゴルだよね。アジアな感じですよね、うん、そうですね、エスニックな感じですね。エスニックですね、はい、うん、まあ話題がないと身内を、うん、あれする、話題にするしかないけども、今日水口さんありがとうございます。いえ、もう相変わらず無理で、昨日の7時ぐらいに言われたんかな。まだ昨日だったから良かったです、はい、そうですね、今日じゃなかった、はい、でもちゃんとこうやって対応していただいて本当にありがとうございます。2回目ということで、はい、よろしくお願いいたします。前回は、ね、あれなんだっけ、アメリカの、お、あ、何ていうんですかね、修行の話、ね、うん、アメリカ人に和菓子を講座を教えた、そうそうそう、はい、メキシコ人ですか。あ、メキシコ人、それそうね、そういう話で持ってきてもらったのが犬居餅、なんだっけ、イノコ餅、イノコ餅、はい、ですから11月くらい、まあまだ1年は経ってないですけども、まあうちもシーズン2ということで、もうあの何度も言ってますけども、もう手数がなくなりましたので、はい、再生をするという第2弾を使わさせてもらってて、で今日もまあもうちょっと話に入ろうかな。とりあえずお盆ということで、帰ってきました、ということで落雁持ってきてとお願いをしたのと、それと勝手に時期的に不満重がそろそろじゃないかなと思って不満重と、あと、金魚の和菓子、はい、生菓子というのかな、ゼリー、牛鈴という名前でやっておりますけど、ああそうですか。金魚鉢みたいな、金魚鉢になる、そうなん、これ もう写真できっちりアップしますので、
まあ、なんでこれがあれかというと、中に可愛い金魚が一つ入ってるんです。練り切りですよね。そうです。で、これいつも、今年も8月、何日から17日からだったかな、17、18、19というふうにまた、大牟田物産展を夢タウンでするんですけども、はい、その時にいつも、溝口さん、はい、岸蔵さんにも出展してもらうんで、実演お願いしますって言うといつも金魚を作ってくれるんですね、はい、目の前で、はい、でよくよく言ってみると何のことはね、自分家の工場でやるやつをまあ同性だからもうここで一緒に作ってしまおうっていう形で、うん、でも今一匹一匹綺麗な、のができてますんで全部お見通しですよ ね、 ね、今年はやりますよ。土曜日に入れております。あら、うちの日は乗ってなかったような気がするけど、まだ土壇場で対応してもらえますすごいね、フリーな人ですよ ね、 そうですね、自由だなと思います。それと、あ、今思い出したわ、ちょっと髪型がなんかウェーブのかかった内田さん、うん、はい、熊本どうでした？暑かったですっていうのが、先週？先週土日ですね。土日で熊本の JR 駅？ JR ですね、熊本駅で、大牟田観光協会さんと、うん、まあ大牟田 P の PR ですね、市の PR を兼ねて、行きました。駅前でジャーボンも、ジャーボンも来ました、うん、で、まあ、ステージなりあって、まあ、大牟田市と、まあ、エリア7って言われてる、なんていうんですかね、あ、なんか T シャツ着てるよね、はいはいはい、あれで、なんだろう、近郊の市3市ぐらい来てて、エリア7で3市だあ、後の4は、はいはい、いや、わかんない。それでなんかブースがあったんですで、うん、やってたんですけど 36.3 度ぐらいあったんですよね。今までで一番高い熊本市で気候で、もうなかなかね、田舎のお祭りみたいな感じでやってたんですけど、まあ、皆さん修行やなって言いながら日当たり良好であ、外、まあ、外というか、あの校内ではなくて、そうです。でテントで張ってたんですけど、テントももうサウナ状態で、お、まあ、衛生上囲わなきゃいけないからですね。そうだよね、うん、はい、でまあ夜1日目8時まで地獄のまあお祭りですねをやったんですけど、まあ、成果としましては、うん、夏を感じれた2日間なるほど。あと熊本ってなかなか行かなかったんで、北には行くんですけど南になかなか行ってなくてですね。熊本の南県軍とかそういうこと？そうです。もう県軍寄りじゃないですか、どっちかって。市外、市内からちょっと離れて、大牟田駅、あ、大牟田じゃなかった、熊本駅がね、そうです、はい、そうだよね、だったので、ちょっとイメージと南といえば確かに南だよね、うん、違ったなっていうところでですね、うん、ぜひまあよろしければ皆さん物産振興会で熊本駅の方に修行に、はい、行きましょう。仁王谷があるんだよね、確かに。 あります、あります、うん、その仁王谷のね、大ホールで、はい、人には言えない、乱畜騒ぎをうちの元大牟田貸し組合メンバーがやっちゃったんだよね、はい、これ今笑っているということは溝口さんたちも、あ、絡んでるかなまあ確かに全九州に大牟田活性クラブここにありという意気込みを見せた、はい、ね、あれでしたよね、まあ、今度あの本人ゆっくりゆっくり本人を連れていきましょう葉っぱの人ですかそうそうそう、葉っぱの人ですね、葉っぱの人、あのケーキ屋さんのなんか葉っぱ隊みたいな人がいるみたいでこれ以上公共の電波には、うん、載せられないね、はい、これはさすがにね、いくらその、ね、自由とはいえ、はい、で、じゃあそのエリア7のあれに一緒に行ったけども、実際はエリア3しか来なくて、はい、エリア7って何の7か、ちょっと仕事してたんでよく聞けなかったんですけどなんかあれじゃないですか、遺産、近代化遺産とか産業遺産みたいなの、のあ、まあ周辺かなかな、みんな T シャツ着てたんですけどね。そうそう、黒でなんか黄色の7って書いてあるやつでしょ、はい、ね、よくわかんないんだよねあれも、うん、ちょっと聞きそびれましたね。そっか、そこ熊本駅はやっぱ人多かったですか？
そうでもない。そうでもないです。そうだよね。はい。でも新幹線もまあそうですね、あの JR 九州さんがやっぱ主催だったんで、あのメインの鳥はやっぱ JR 九州さんの出店で埋められてこっち側のやっぱあの通行できない感じの通りをやっぱり我々エリアられた感じですね。じゃあ修行だったんだね。そうか、新幹線も同じとこ止まりますもんね。そうかそうか。で、PR になったかな。ジャーボーは出てきてたんで、でジャーボーは人気でしたね。あとドラえもんのショーとか、あの熊本のくまモンは来なかった。くまモン来てました。はい、くまモンとジャーボーとツーショットあった。いや、なかったみたいですね。出るよな、それね。そうですね。まあ熊本なんでやっぱくまモンの方が知名度がはるかに高い、うん、あれね、くまモンとかひこうにゃんみたいに、はい、有名なとこの横にピタッとくっついて、はい、いると、はい、みんな写真撮ってるけどバーガーみたいな、そうそう、ついでに広がるんだって、はい、だから絶対なきゃいけないんだって、よく後ろか前かに見えるところ、はい、もうそれが、まさしくバーターよ。あのジャーボーがですね、あの顔を出すパネルがあるじゃないですか。うんうんうん、顔だけ切り抜いたり、はいはい、あそこにジャーボーがこう裏から顔を出そうと思ったんですけど目しか出てなかったそこ写真撮ってましたいいねそれね、はい、ジャーボーもタフな2日間だった。わかりました。それでは、後半は、お盆ということで落雁、そして不満寿和菓子の話を吉蔵さんに、水越さんにお願いしたいというところで、1曲お願いします。じゃあ私が持ってきました。いいです。あの曲を出した後に伺います、はいはい、お願いします。はい、それでは後半に入りたいと思います。改めて今日のゲストをご紹介いたします。貸しどころ吉蔵の溝口さんです。よろしくお願いします。じゃあよろしくお願いします。で、かけていただいた、CD は、はい、ボンつながりです。は、クイーンですよね、はい、クイーンのボンつながりです。ボーンですね、ボーン、うん、はい、はい、I was born to love you 骨ね、はい、これ骨じゃないんですよ、生まれるボーンでしょ、ボーン、うん、骨に繋げたら骨繋がりダメやろって熱いからね、すごいな重ねてボケすぎましたね、ちょっと真面目にボケたんですね、うん、本気だったんだけどね、もう骨にかけたら怒られますよね。俺も骨にかけたら怒られます。やっぱりね、あの洋楽は、はい、もうイメージしか聞いてないから、はい、内容なんか全然私なんか聞いてないもんでね、もうボンは骨だとしか思ってない大変失礼いたしましたということで、じゃあ改めて、ゆるキャラの情報ですね、ちょっとですけども、わかりました。ではまずちょっとゆるキャラの情報を、うちの、ライターが調べてくれたんで、ゆるキャラの発想の理由は、キャラクターに興味を持ってもらい、地方の村おこし地域振興に貢献する前に、で、あ、1位になったゆるキャラは殿堂入りとして次の大会には出場できないと。お、なるほど。で、2010年が彦根にゃんで2011年が熊本と、はい、で去年は、高知の須崎市の、新城くん、全然知らないな。で、8月2日14時15分現在、ジャーボーは、6位。何体ぐらいでエントリーしてたのかな、あれね、結構多かったですよね、400とかな、そんな数字じゃなかったかな、はい、いいです、いいです、はい、ということでありがとうございました。このまんま、一応10位以内が目標ということなので、うん、はい、一遍で1位になるとね、電取りしちゃうんで、そうですね、8位、5位、3位でいよいよ1位とかとなると4年間ぐらいずっと PR できるんで、うん、あ、そうですね、その方がそういうのがいいかなと思いますよね。はい、すいません、それでは改めて、吉蔵さんの今日持ってきたというか、こちらからお願いした不満寿からいいですか。はい、
別にこれは夏のお菓子ってわけではないんですか。だいたい夏のお菓子だと思うんですけどですね、要するに生風、うん、にあんこを入れたようなふわふわした、でそれを笹の葉で巻いて、はい、冷たくしてもそんなふわふわ感が残ってる感じで、碗に入ってるお麩のあの感覚でいいですか。あの感覚、乾燥したお麩とはちょっと違いますけどですね。生麩ですから。ああそう、生麩か。ああ、もっと繊維が多い感じかな。そうですね。ちょっともちもちのプルプルンっていう感じですかね。不満中は知る限り大牟田は吉蔵さんだけ？いや、この時期いっぱい。うん、うちも作ってますね。本当？はい、あります。やっぱ時期もの？時期ものですね。5月から9月ぐらいまで。はい、そうですね。絶対持ってこさせればよかった。ただ年間商品でもある。大分とかそういうですね。私は年間やってますけど。うん、中はこしあん。こしあん。そっちは？いちご？こしあんです。あ、こしあん。いちごじゃない。抹茶です。抹茶じゃないです。はい。黒のこしあん。あずきのこしあんです。はい。あんこダメなんだってね、内田さん。もうちょっとずつ慣れてきました。越してもらえれば越してもらえれば越していこうっていう。粒あんは粒あんはもう目をつぶにダメなのね。そうで、はい、甘納豆は甘納豆も食べないです。あ、豆の甘い分がちょっと苦手なんですよ、食べ物。まずはね、はい、納豆は納豆食べます。そこから群れる持ってなんですかね、フルーツポンチの中にキュウリが入ってたりするじゃないですか。キュウリ入ってますよね、うん、学校とか入ってたんですよ、ね、給食で、うん、キュウリ入ってたんです、うん、で、あの酢豚のパイナップルみたいなもんです。違う明確に否定するけど違うぞ。大正小学校は入ってました。で、入ってたんで、そういうなんかこうミスマッチチョイス、うん、ああいうのがちょっと苦手なんですよ。素材をそのまま食べたいですね。はい、はい、お返しします、みどぐさん、はい、で、不満中、あ、よもぎも入ってるんですね。そうですね、よもぎ風にしてますね。で少し色を、およもぎの色を、よもぎ、これはやっぱり夏という、それともう一つさっき言った、これはね、あの言葉ではなかなか説明しづらいんですけどもまあ簡単に言うと、金魚鉢の中に、透明の金魚鉢の中に、金魚が一匹と、石に見立てた、はい、豆が中に入って寒天で、水面を表してると。ね、一応牛皮も一個入れてるんですけどね。牛皮、ああ入ってる入ってる。で、これともう一つ夏場は蜜豆とあんみつか。あんみつですね。もうね、なんか吉蔵さんのところのやつは。やっぱりあんこが美味しいとね、あんこ一生懸命作ってますからなんか今まあね、あの最近私もその一生懸命が分かるようになりましたじゃあ落雁もせっかく持ってきても、落雁もたくさん持ってきてもらってるんですよ。8月1日から販売って書いてるから、もう昨日から。そうなんですよ、あのうち中にあんこ入れてるもんですからね。ああ、そうなんだ。あんこ入ってるとですね、はい、早くから売ると硬くなるんで、そうですね、硬くなります。ですからなるだけね、あのあんこを入れる入れないは地域、それともそれぞれのお店、それぞれのお店だと思いますけどね。まあ、あのやはり日持ちさせるっていうか、やっぱり美味しく食べれるようにはやっぱり日持ちがしないんですよ。やっぱ日々あんこを水分、はい、取られていくから。 ですからお盆の頃にはもう歯が立たなくなるようなあんこになるから、なるだけフレッシュな遅く目に売り始めてるという。うちなんかは菊水堂はあんこを入れないので、あん入りありませんかって言われた時に、はい、いやいや、あれはもうあの安い落雁粉の味をごまかすためにあんこ入れてるんですみたいなもうめちゃくちゃ言ってましたけどね大変失礼いたしました。うちもあの基本は入ってないです。通算のところ入ってない、はい、けどあん入り落雁も時期あの限定で販売しますね。ただそれももう本当ボンバンへギリギリです。そうです、はい、うちも、うん、塩釜だけは一種類だけ作るんだけども、で、まあ、落雁の由来はなんで雁が入ってるのとかっていうのはなんか、ね、
あの一つは、中国の、はい、米粉を使った菓子でなんだかな、なんとか楽観あの、という、ダメだもう全然ダメだ、あの中国で似たようなお菓子 の、 あの、はい、カステラかカステラからなんか、なんかしてるみたいな感じのやつが一つというのと、はい、近江八景の、なんとかの棚田の落雁、違うかなんか 田んぼにその落雁が、なんか落雁じゃない、雁があれしてる風景のやつがあって、それがその落雁の中に昔はゴマを入れたりしてたらしいので、はい、そういうふうなのでなんか似てるというので落雁としたとか。前はゴマが入ってたんですか。いやゴマも入れるとこはあるんですか、うん、それからこっちはなんか米粉イコール落雁だかと思ってたけども、まあ、栗の粉とか、うん、栗落雁とかもある、はい、だから調整殿とかの辺も、うん、要するにあの押し固めたやつは、はい、東の内物的なものは、うん、だから広い意味ですよね、私たちが思ってるよりもはるかに、うん、奥が深いんですね。落雁絶対食べないでしょ。落雁、うん、食べたことありますか内田さん。見ますよく見ます口にはなかなか入れないですけどよく見ますね。一応食べ物だけだから。そうですね、あのおじいちゃんおばあちゃん家になんかあるイメージですね。仏壇に上がってる感じで、そう、やっぱ食べないっていう、なんかこう食べようっていう、うんうん、まあ、なんか見て楽しい。ほんと柔らかい時は美味しいのよ。へえ、そうそうそう、うん、でも3日は持たないかな。うん、いや3日ぐらいかな。3日ぐらいですか。うん、いただきさんは死んだばあちゃんがよう食べてたなっていうイメージです。パキッと割って。パキッと割って食べてたんですかね。そんな感じ。それすら聞かないけど。好きだ。おばあちゃんたちは お湯に入れたりとかするんだ。あのね、うちが治めてたお寺の人も牛乳に入れて、はい、で牛乳と一緒に炊くんだ。炊く。なんかこう、そうすると ちょうどドロドロのね、あの、まあ、餅とまでいかないけども、はい、非常に美味しい。やってみよう。なんかこう食べ方をもうちょっと分かりやすくしてもらうと食べやすいです。楽観と割って食べる。はい、パリッパリなやつ割って食べますよ。シール貼りましょう。コーヒーにつける。ああいいですね。いいんですかね。美味しいんじゃないですかね。うん、うん、基本的に味は砂糖とその米粉しかないから、はいはい、シンプルなあれだから、はい、他の味を邪魔はしないし、うんうん、まあ青色というか緑色に抹茶を入れてるところもあるけども、ほとんどがそんなの使ってないので、はい、美味しいかもしれないですよ。そうですね、もう落雁も奥が深いなと。ねっ、ね、けど中からあんこが出てくるけどね。完全にもサラッとかわしてやろうと思ったね今。鶴さん、ちょっとお菓子屋さんっぽいの落雁お願いします。はい、落雁で、はい、バテンさ、落雁はごめん、はい、バテンさ、どうぞ。大丈夫大丈夫。いや、落雁はやっぱ、まあ、この時期というか、まあね、もう8月が来たなって感じもするし、もう最近ほら、あのそれこそ夢タウンとか、はい、もう6月から、うんうん、もうね、もう見ない日はないですよね。もうどこのスーパー行ったとしても、7月の本から、ね、本当ですよね、うん、もうなんか5月5日のあれが終わったらもう、はい、そうですね、お盆だみたいな、はい、もう勘弁してほしいんですけどもね。もうまだ作らんとねってお客さんが言われるから。やっぱ本当ギリギリに使うもんであって、まあ、美味しいのが本当3日間ぐらいですから、うん、やっぱね、食べる方としても今年の盆の入りはいつだ。13です。13、もうこれはもう間違いなく8月13日なんで。何日だっけ、はい、日曜日だな。日曜日で、ね、日曜日ですか、うん、じゃあその今週来週末ぐらいに買いに来てもらえると、はい、まあ、はい、ちょうど私たちとの元の菓子屋はずっと毎日売ってるので、はい、はい、ね、そうですね、いや、美味しいやつが食べれるかなと。よろしくお願いいたします。岸田さんも喋りたいことない？まだありますか？私 OK です。もう喋り尽くしました、ね、胸いっぱい胸いっぱい。今日もあの福岡からとんぼ狩りですもんね。はい。すいませんでした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ギリギリで。ではそういうことで、本日は、盆ということで、クイーンのあの盆は骨じゃなくて誕生日だということが私は個人的に分かってよかったのですけども、ということなので本気なボケでしたね。はい、今日は、吉蔵の溝口さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ここでお知らせのコーナーです。
森さんよろしくお願いします。すいません、個人的な菊水道でございますけども、明日から、木金土日と久しぶりに夢タウン大牟田で甘辛団子の実践販売をいたします。1階の花屋さんの前のところでいつもと違う場所ですけども、匂いを出してますので、ぜひお越しください。もちろん落眼も販売いたしますよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。吉田さんなんかね、うちはですね、今あんみつをよく売っておりますのでよろしくお願いいたします。皆さん吉蔵にあんみつを買いに行ってください、ね、まあ、本当に美味しいですよ、はい、美味しいですので特にこの暑い中暑いのをね、はい、乗り切っていただきたいと思いますんで熱い寒天を冷たくしておりますいいおすすめで、いいですねということで吉蔵さんの方へ買いに行ってください。では、閉店の時間が近づいてきました。番組では温かな応援メッセージやオブラートに包んだ優しいご批判メッセージをお待ちしております。大牟田物産振興会がお送りしましたふるさと大牟田屋、また来週8月9日水曜日午後2時に開店いたします。それでは本日は閉店いたします。ご来店ありがとうございました。走れば君の笑顔。